今日はありがとう。君やみんなにお祝いしてもらえて、本当に幸せな誕生日だったわ。写真もいっぱい撮ってくれて嬉しかった。アリサに早速送ったら、ハラショーって返信が来てたのよ。行動でやったバレエも、後でゆっくり見てくれるって。感想を聞くのは、ちょっと照れちゃうけど、楽しんでくれたら嬉しいわ。<laughs> 本当に、 バレエにライブに、バースデーパーティーまで。やりたいこと全部詰め込んだ最高の誕生日だったわね。疲れてない <laughs> 私は元気いっぱいよ。もう一回ライブができるくらいにはね。普段からいっぱい練習して鍛えているもの。基礎体力はついてきたし、最近は家でもバレエの練習をしてたから。だって、ほら。 自分でやりたいって言い出したからには、完璧なところを見せたいじゃない何度も練習して、アリサにも付き合ってもらったりして、あの雪の女王の衣装にふさわしいバレエが披露できたと思ってるわ。小鳥もとっても喜んでくれたし、本当によかった。それに私も、またバレエに向き合えて楽しかったの。誕生日には何か素敵なことが起こる予感がするって、ほのかが言ってたけど、 その通りかも。明日からも、どんなことが起こるのか、楽しみね。まばゆいほどに透き通った、雪のようなドレス。雪の帽子に、雪のコート、童話の雪の女王の衣装が、ここまで再現できるなんて、ハラショーだわ。さすがは小鳥ね。せっかくの誕生日だから、童話や物語の中のお姫様になってみない 誘わわれて選んだんだだけど本当にいい機会をもらえたわ雪の女王のお話はおばあ様からよく聞かせてもらっていた物語だから一度やってみたいなって思ってたのお話自体はとても幻想的で小さい頃は少し怖いなって思ってたんだけど大きくなってから改めて読むと違う印象があるのよねだから今日は 私なりに考えた雪の女王をバレエで表現してみたいなってわがまま言っちゃった。ええ、そうよ。今日の衣装に合わせて振り付けも考えてみたの。久しぶりだから緊張しちゃうけど、今の自分だからできる表現をみんなにも見てほしくて。もちろん、バレエだからセリフはないし、振り付けと表情しか手がかりがないんだけど、君がどんな風に感じたか教えてくれたら嬉しいわ。 じゃあ、楽しみにしててね。だ、あら、どうしたのああ、ごめんなさい。ちょっとだけ自分の世界に入ってぼんやりしてたから、呼ばれたことに気づかなかったわ。<laughs> もちろん大丈夫よ。これまでずっと、忙しい合間を縫って練習を積み重ねてきたんだもの。今日はその成果を、力いっぱい出し切らないとね。それはそうと、 他のみんなの様子はどうこの会場に来た時から気合が入りすぎてるというか、少し緊張してるようにも見えたけど、特に、ほのかなんて開演までまだ時間があるのに、今すぐにでもステージに飛び出す勢いだったでしょ大丈夫かしらえそれを言うなら私もそうじゃないか、ですって <laughs> そうね。 ライブが始まるのが今か今かと思ってじれったいくらいよ。そういえば、のぞみ、今日のステージを迎えるまでお互いに結構大変だったわね。生徒会に学業、その合間に練習と忙しい毎日の繰り返しで。でも、不思議と疲れは感じなかったわ。それどころか今まで以上に集中力が高まって、 自分でもびっくりするくらいにはかどったの。きっと、時間を一秒たりとも無駄にしない、と意気込んで、一つ一つに全力をつぎ込むことができたおかげなんでしょうね。もしかして、のぞみも、いつもより気合が入ってたんじゃない <laughs> やっぱり。こういうところは私たち、似た者同士なのかもしれないわ。は、そろそろ時間が近づいてきたみたいね。それじゃあ、のぞみ。 みんなを呼んで、ライブが始まる前に、エンジンでも組みましょう。ライブの前にステージに立つこの感覚、本当にドキドキするわね。<laughs> 初めてバレエのステージに立った時みたい。今でも思い出すの。普段の練習の成果を発揮して、応援してくれるみんなに笑顔になってもらえるなら、こんなに幸せなことはないわ。 ミューズの9人だからこそできるステージがあるわよね。9人が揃うと、夢を叶える力が湧いてくるの。私一人の力だと、それはきっと叶わなかった。私をミューズに導いてくれたのぞみと、みんなの思いを繋いでくれたほのか。二人がいなかったら、私は今、ここに立ってなかったかも。それくらい、私たちの出会いは奇跡みたいで。 ミューズも奇跡で繋がってるのよ。もちろん、君との出会いもそう。だから、ミューズのみんなと立つステージは、何があっても、最高のステージにしたいって強く思ってる。夢って、思い描くだけじゃなくて、叶えるために一歩踏み出すのが大事なのよね。その勇気をくれるのが、君の応援なのよ。いつも、本当にありがとう。 今日も君の応援で大きく一歩を踏み出せそうよ。一緒に楽しみましょう。神社に来たからには、まずはお参りね。あっちに列ができてるから、後ろに並びましょう。わかったわ。おぅ、すごい人。お参りに来た人たちの列があんなにも長く続いてるわ。あらしょう。何驚いてるのよ。 お正月だったら、これくらいは当たり前の人出じゃない。あんたが家族と来た時だって、こんな感じだったでしょ <laughs> 言われてみれば確かにそうね。ただ、いつもはアリサのことを気にしたりして、あんまり意識したことがなかったのかもしれないわ。ふーん、そうなんだ。あ、そろそろニコたちの番が来るわよ。お祭り戦の準備はいいええ、もちろんよ。 この太い紐を振って、上にぶら下がってる鈴を鳴らすのよね。じゃあ、早速。って、エリ、待ちなさい。まずはおさい銭を入れるのが先でしょ。それから鳴らして、二礼に拍手。そして一礼。<laughs> ちょっと、エリ、いつまでやってるのよ。二三度鳴らすだけで十分なんだってば。 神様がびっくりしちゃうじゃない。ご、ごめんなさい。鈴の響きが思ってたよりも素敵な音色だったから、テンションが上がっちゃって。も、もう一度やり直すわね。ポーズは、こんな感じかしら。あと、変身ヒロインには、何か名乗りのセリフがあった方がいいわよね。それじゃあ、夜空にきらめく、あまたの星々を。 闇を払う、光の力を与えたまえ。そう。私こそが、正義のスイーツの妖精って、うわぁき、来てくれてたのね。全然気づかなかったわ。いきなり大きな声を上げてしまってごめんなさい。えっと、この衣装これは、琥珀糖をイメージしたデザインなの。カラフルで、 まるで水晶を散ればめたような綺麗な作りをしてるでしょありがとう。これまでにもいろんな衣装を着てきたけど、似合うって言ってもらえると、やっぱり嬉しいわ。えじゃあ、今やってたのは何かって。<laughs> 誰も見てないと思ってたから、ちょっとね、こういう杖を持って、 可愛いドレス姿の自分を鏡で見てるうちに、子供の時に見た変身ヒロインのお話を思い出したのよ。あ、でも、みんなには言わないでね。こんなことをしてたって知られたら、その、笑われるだろうし、か、可愛くなんかないわよもう、つい浮かれて、はしたない真似をしてしまったと自分でも反省してるわ。 そろそろ私たちの出番だから、ステージに行くわ。もう一度言っておくけど、さっきのは、私とあなただけの秘密だから、約束してね。ハラショーな魔法の世界に行ってみたくはないかしら。<laughs> 私のこの魔法の翼で、君を連れ出してあげるわよ。<laughs> どうかしら、この衣装。魔法使いっぽさを出したくて、みんなで考えてたら、 ちょっと小悪魔みたいになっちゃったの。マントのふわっとした感じも素敵だったんだけど。でも、こういう雰囲気も今までになくていいかなって、挑戦してみちゃった。似合ってる <laughs> ありがとう。この衣装を着ると、いつもと違う私になれたみたいで、ワクワクするのよ。私が魔法にかかってるのかしら。ちょっとした変化なんだけれど、でも、 それを望みもとっても喜んでくれて。このサードオニックスが私にきっかけをくれたみたいね。スクールアイドルになる前は生徒会だけで何かに夢中で打ち込んでいたことなんてなかったんだけど。でも今は違うわ。毎日の練習が楽しみでライブがあるたびに次はどんな私たちを見せられるだろうっていろんなことを考えてしまうの。ライブという目標があって。 そこに向かって着実に実力をつけていくのって地道だけど本当に楽しいのよね。今日のステージからはどんな景色が見られるかしら。考えただけでワクワクするわ。<laughs> 君ももう興奮しちゃってるその興奮がずっと続くように、ステージから私たちが魔法をかけてあげるわね。おはよう。寒いから空気が綺麗で気持ちがいいわね。 冬の朝は好きよ。空気が澄んでいて、清々しい気分になれるから。君はどうかしら私はそうね。朝早く起きた時には散歩をしたりもするわ。外に出て冷たい空気を吸うと、身が引き締まるっていうか、一日が始まるんだなって感じがするの。それに、新しい発見があったりするのよ。この時期だとね、サザンカが咲いているの。 とても綺麗だし、近くに行くといい香りもして。そうね。あんまり気にしないわよね。でも、冬にしか見られない景色があることに気づくと、いつもの通学路も違って見えてくるの。学校に着くまでに何か見つかるかも。あ、こっちよ。近くに来てみて。いい香りでしょ。さっき話してたサザンカよ。 君と見られたからかしら。いつもとは香りが違う気がするわ。2ツー、3、4。ここでフィニッシュ。<laughs> ハラショしょ。最高のコンディションかも。君も朝早くから付き合ってくれてありがとう。すっきり晴れていい秋晴れになったわね。みんなのおかげでステージの準備もバッチリみたいだし、素敵な一日になりそうよ。どうしたの そんなに見つめちゃって、ちょっとだけいつもと違うの、もしかして気づいちゃった <laughs> 君は何でもお見通しね。今日が誕生日で、私がバースデーライブの主役だからって、アリサが朝から張り切って準備を手伝ってくれたのよ。洗顔の後に、ホットタンルで温めてマッサージをしてくれたりして、朝からお姫様みたいな気分だったの。 妹に甘やかされるのもたまにはいいわね。アリサもあんなに小さかったのに、いつの間にか大きくなって、私がお世話される側になるなんて思ってもみなかったわ。普段のお礼も兼ねてお祝いされるのって、すごく嬉しいのね。君の誕生日も感謝の気持ちを込めて、いっぱいお祝いさせてよね。<laughs> 自分の誕生日なのに、 アリサや他のみんなの誕生日のことをついつい考えちゃうのよね。こういう時間ってワクワクして好きなの。今日のバースデーライブ。学校のみんなもすごく楽しみにしてくれてるから。私らしく最高に楽しいライブを見せてあげたいわ。あ、みんなも準備が終わったみたい。私たちもそろそろ行きましょう。最高のステージを君にも届けるから。期待していて。 だから、あら、君だったのね。ごめんなさい。風鈴の音が涼しげだったから、ぼーっとしちゃってたみたい。<laughs> 君も少し涼んでいったらどう風鈴の音っていいわよね。涼しくなれるし。木陰で風鈴の音を聞いてるだけで気持ちよくなってくるでしょ部室に置いたらみんなで涼しくなれる そうね。それなら、この風鈴を物質に持っていこうかしら。そういえば、風鈴って制作体験をやっていたりするのよね。<laughs> みんなで風鈴を作りに行ってみたら楽しそう。その時は、もちろん、君も一緒にね。みんなはどんな風鈴を作るのかしら。私<え>そうね。ミュースのみんなをイメージした風鈴なんてあったら素敵じゃない 君が作る風鈴も楽しみにしてるわね。あら、来てくれたのね。<laughs> 私の誕生日パーティーにようこそ。って、どうしたのずいぶん驚いた顔をして、そんなに私の格好を変化しな、なんてね。<laughs> このドレス、素敵でしょミューズのみんなのアイディアをベースにして、小鳥が今日のために仕立ててくれたのよ。もちろん、 こういうドレスは今までに何度も着たことがあったけど、不思議ね。今はなんだか、ふわふわして落ち着かないの。緊張じゃなくて、舞い上がるようなくすぐったさというか、背中に天使の羽が生えた感じ、と言ったらわかってもらえるかしら。そうね。思い返すと、今までだったらドレスを着るときはいつも、 心と体が引き締まる感覚になっていた気がするわ。祝い事というより、バレエの発表会に近かったわね。パーティーを開いてくれた両親のためにも、しっかりと振る舞ってみせなきゃって。でも、今日は違うわ。こんなにも素敵な衣装を用意してくれたみんなに、心からありがとうって伝えたい思いでいっぱいなの。そして、 そんな優しい仲間たちと巡り合うことができた今が、どれだけ幸せなのか、改めて感じているところよ。さ、そろそろ行きましょうか。私のために準備してくれているみんなに、最高の笑顔で応えないと。ね。はい。お祝いしてくれてありがとう。プレゼント、開けてもいいかしら。うはぁ いたチョコ模様の文房具。とってもキュートね。ありがとう。もしかして、前に好きなものを聞いてたのって、プレゼントのリサーチだったのかしら。君のおかげで勉強が楽しくなりそうだわ。のぞみからは、チョコレートのチャームがついた髪飾りと、チョコミント柄の種子をもらったの。食べちゃいたくなるくらい可愛いのよ。チョコレートって、 食べるのも見てるのも好きなのよね。見ているだけで幸せな気持ちになれちゃうの。そういえば、みんなにも好きなものを聞かれてたっけうん。君の時と同じで、チョコレートって答えたけど。あれなんだか甘くて美味しそうな匂いがしないチョコレート、みたいな。えこの匂い、もしかして、 物質からの、のぞみびっくりさせないでよ。そ、そのチョコレートって、もしかして、みんなから私への誕生日プレゼントなのこ、この回ってるのは、チョコファウンテンよね。こっちは、チョコレートケーキ。乾杯のドリンクは、ホットチョコレートえニコ、このお料理も、 もしかして、チョコレートソースがかかってるの本格的で、とっても美味しそう。ははらっしょうこんなに一度にチョコレートを見るなんて、最高の誕生日だわ。みんな、ありがとう美味しいリンゴをたくさんもらったの。君も一緒に食べない包丁がない <laughs> 大丈夫よ。ちゃんと洗えば、丸ごと食べられるわ。 少しお行儀が悪いけど、皮ごと食べる方が体にもいいんですって <laughs>。さっぱりしてて美味しい。青りんごのこの酸味が好きなのよね。生に飽きてきたら焼きりんごやアップルパイも作ろうと思うの。あとはアップルジャムとかすりおろしてジュースもいいわね。いろんなアレンジができるからたくさんもらっても困らないのが。 りんごの利点よね。美味しくできたら、君にもプレゼントするわ。何がいいかしら。持ち運びを考えると、アップルパイか、アップルジャム焼きりんごが食べたいのうーん。焼きりんごは、焼きたてが美味しいのよね。そうだわ。今度、うちに遊びにいらっしゃい。その時に作ってあげるわ。 甘ーいクッキーはいかが昨日アリサと一緒に作ったの。<laughs> それでいいのどれも同じじゃないのって。実はこれ、フォーチュンクッキーなの。中にね、占いの紙が入っているのよ。一口食べてみて。あ、占いの紙を食べないように気をつけてね。えーっと、あなたの今日の運勢は、運命の人は、 すぐそばにいる、ですって。ありさったら、私に内緒でこんなこと書いてたのね。今度のライブへのモチベーションが上がるようなものってお願いしたのに。でも、これだけたくさんあるフォーチュンクッキーから、君がこれを引いたのには、何か意味があるのかも。なんて、私らしくないこと言っちゃった。耳が真っ赤って、 だって、恥ずかしいんだもの。さあ、練習の続きをしましょう。みんなもそろそろ休憩から戻ってくる頃よね。うん、もう、どうして今日に限ってみんな戻ってくるのが遅いのよ。練習お疲れ様。よかったら、レモンティー飲まない私からの差し入れよ。みんなセリフを覚えるだけでいっぱいいっぱいで。 君に頼りっぱなしになっちゃってて悪いわね。9人全員がアリス役プラス12役でしょ着替えるタイミングも覚えなくちゃいけないし。私の役ハートの女王よ。アリスとクロッケーの試合をするシーンがあったでしょそうそう。ハリネズミの玉とフラミンゴの土でね。両方小鳥が作ったぬいぐるみを使うのだけど、 頑張って撃っても全然飛ばないのよね。あまり不思議の国のアリスの物語に詳しくないのだけど、物語の中では思いっきり飛ぶのかしら。君知ってる君も知らないのね。ミュースで一番の読書家といえば海よね。後で海に聞いてみましょう。それでもわからなかったら休日に図書館まで付き合ってくれない だって、自分の演じる役のことくらい、ちゃんと知っておかないとね。お待たせ。待たせてしまったかしら。でも、待ち合わせ時間まで結構あるのに、いつから待ってたの <laughs> そんなに私に会いたかったってこと<ん>どうしたのそんなにまじまじと見て。え服君と二人きりでお出かけなんて滅多にないから、春らしいデートコーデでまとめてみたの。 もしかして、変<ん>ありがとう。着慣れないから、ちょっと不安だったのよね。そろそろ行きましょうか。次回のライブの下見なんだから、ライブが始まる時間の様子も、きっちり押さえておかないとね。あ、そうだ。昨日、アリサとクッキー焼いたの。よかったら食べないちょっと見た目が崩れちゃったけど、味は保証するわよ。ライブが終わったらそうね。 特に予定はないし、いつも通りみんなと帰るんじゃないかしら。でも、たまにはどこかに寄り道も素敵ね。いつもと違うってワクワクするわ。と言っても、みんなで一緒にいると話す内容はライブのことばかりになりそうだけど、もちろん寄り道するときはあなたも一緒よ。ライブを客観的に見た感想、頼んだわよ。<laughs> あなたの意見って本当に参考になることが多いのよね。みんな感謝してるのよ。ほら、ライブ中って自分のことで精一杯だから、周りの様子ってほとんどわからないのよね。隣のメンバーくらいなら少しは見えるけど、自分のことに集中しないといけないし。だから、あなたの意見はとっても貴重なの。もっと自信を持って。あなたはミューズに必要な人。 これはメンバー全員の意見よ。ということで、今日の帰り、どこかでお茶しましょう。予定開けておいてね。今日は近くのカフェで行われているイベントに参加しているの。イベントのテーマは大正ロマン。用意された袴も可愛いけれど、私はお店の壁に飾られている写真の方が気になるわね。ほら、これ。映画館やラジオ局。 レストランやミルクホールでの食事風景。街を歩く女性たちに、歌劇の写真なんかも飾られている。古い写真だから、カラーではなくて、モノクロ写真。だから今とはだいぶかけ離れた印象を受けるけれど、ほんの百年近く前は、この写真の光景が、当たり前の光景だったのよね。この光景が、 今の文化や私たち自身に繋がっていると考えると、なんだか不思議な気がしてきちゃうわよね。で、ごめんなさい。さっきから一方的に話してばかりで、退屈じゃなかったかしら。そろそろ席に座って、お茶とお菓子でも注文しましょうか。文化は見て学ぶだけじゃなくて、味わって学ぶことも大事だものね。<laughs> この国で一番美しいのは、 私に決まってますわって、ちょっと、見ていたんなら黙っていないで何か声をかけたよね。恥ずかしいじゃない。今度、近所の幼稚園で妖精の国の劇をやることになったの。私の役は妖精のメイドさん。姉妹のお姫様たちに海外しく使える役よ。えそんな役のセリフとは思えなかった、ですって 違うの。さっきのはメイドさんじゃなくて、妖精の女王役のセリフなのよ。さっき花代が、どうしてもうまくできないから教えてほしいって言いに来たから、教えてあげたの。けれど、どうして私に聞きに来たのかしら。脚本を書いたのは海と小鳥なんだから、わざわざメイド役の私に聞きに来る必要なんてないわよね。エリちゃんが一番うまくできそうだから。 なんて言ってたけど、一体どういうことだったのかしら。今日は近くにある美術館のイベントでみんなでドレスを着ているの。いつものステージ衣装とは一味違う本格的なドレス衣装。これを着ていると身も心も貴族になっちゃったみたい。みんなも普段は着られないようなドレスを着てティーパーティーを楽しんでいるわ。見て、写真も撮ってみたの。 こうして見ると、貴族のお嬢様みたいって思わない写真を撮るのは好きよ。大好きなみんなと一緒に撮った写真は特に。私たちはスクールアイドルだから、いろいろな衣装で撮る機会が多いのが嬉しいわ。みんなと一緒に撮った写真は、全部が私の宝物だもの。そうそう。この後は美術館の中にある撮影所で、みんな一緒に撮ってもらう予定なの。 一体どんな写真になるのかしら。それこそ、お城の舞踏会みたいになっちゃうかも。<laughs> 楽しみね。それまでは、君も一緒に、ティーパーティーを楽しみましょう。あら、今帰りなの <laughs> 偶然、君に会えるなんて嬉しいわ。私に聞きたいことがあるのもちろんいいわよ。何でも聞いてちょうだい。 私がもっとしたいことそうね。もっと高校生活を満喫したいかしら。高3になってからこんなこと考えるんじゃ少し遅いかもしれないけれど、生徒会での活動とミューズとしての活動を続けてきて、私ね、どんどん大切な思い出が増えてきているの。入学前はこんなに充実した毎日を送れるなんて想像もしていなかったわ。 それに、こんなに大切な仲間が、私にできるなんて、ね。ミューズは、私にとって、本当に大切な、もう、なくてはならない存在なの。大切な仲間と一緒に、数えきれないくらいの思い出を作っていきたいな。もちろん、君も協力してくれるわよね。私は特殊機関のエージェント、エリーよ。今日のターゲットは、君。<laughs> 君の一番大切なものを盗みに行くわ。あのね、私思ったんだけど、私だけ職業体験の格好浮いてないどうして私だけスパイなのかしら。スパイ映画を見るのは好きだけど、実際にスパイになりたいとはあまり思ったことがないし。あ、でも、君の心を奪えるならスパイでもいいかも、なって。<laughs> あ向こうに小鳥警察官がいるわ。急に走ったら怪しまれるから、ゆっくりでいいわ。そこのビルの隙間に隠れましょう。し、喋ったらダメ。ちょっと窮屈だけど、小鳥が向こうに行くまで、じっとしていてちょうだい。小鳥は向こうに行ったみたいね。スパイって、体験してみると結構楽しいわね。 今日は二人で小鳥警察官を出し抜いちゃいましょう。春は新しいことを始めるのにぴったりよね。生徒会の作業もあるから、春は結構忙しいんだけど、春に緊張した面持ちだった子たちが、夏にはすっかり笑顔になったりして。<laughs> みんな可愛いのよ。本当のことを言うと、私って生徒会長っていう柄でもないと思ってるんだけど。でも、 みんなの笑顔を見るたびに、この笑顔はずっと守らなくちゃって思うの。だから、生徒会長としても、これまで以上に頑張らないとね。あ、だからといって、スクールアイドルのことをおろそかにはしないつもりよ。生徒会もミューズもみんなが支えてくれるから、これからも頑張っていけるはず。みんなに支えられて、そして、私もみんなのことを支えていくんだわ。君も不安なことがあったら、 いつでも言ってね。私がいつでも支えになってあげるかしら。なかなか似合うでしょミューズでこんな格好をすることはなかなかないから、貴重よね。もし私が本物のレースクイーンだったら、私が応援したチームが優勝するに決まってるわ。でも、そうね。どうしてもって言うなら、どうしてもって言うなら、 君専属の勝利の女神になってあげてもいいわよ。